この胸の故障は何だ。そうだ、あいつを殺さなきゃ。僕はエルキドゥではない。僕はキルガメシオは何かお考えがあるのでしょうか。戻ったらヤキムの新しい家の壁の続きだね。先輩、家が出来上がったら子供たち喜ぶね、きっと。先輩、時が来るまで待ってみよう。今できることをやりながら。はい、そうですよね。マスター、今のは大変です。どうしました。襲撃です。南門に強力な魔力反応を確認。これは、この反応はマッシュ。はい、早く住民の避難を急がせろ。バリケードを設置しろ。おー、早く。戦えますと言ったでしょ。言いつけを守れない子は決めた。お手玉にして頭を冷やしてあげましょう。はい、ウロドッサイ。強ざめね。1対1、それがルチャリブレの美学。なんだか最初からキャラがふざけています。さすがプロレスの聖地の女神だね。黙っていてください。何が始まったんだ。わかりません。とにかく1対1で戦うことを主張しているようです。1対1だって。なんだか試合のようなものが始まりました。試合？どういうことだ。ケツアルコアトルは女神の剣能を使って戦っているぞ。この人が入ったか。ドクター、行きます。これはどうやらこれはプロレスだ。ケツアルコアトルは普通にプロレスをしている。おっと、第2試合が始まったんだな。何の騒ぎだい。なかなかいい動きだ。パターだ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 。キックだよキックだ、ダヴィンチちゃん。あっと、これは腰に入ったか。あーこの膝は入ってしまった。痛そうだ。おっと、捕まってしまいました。これは逃げられないだろう。どうする、コアトル、どうする。投げた。引いているか、勝てないか。まさかこれはここからカバージョか、カバージョなのか。カバージョ、キャメルクラッチだよ、キャメルクラッチだ。ダメージちゃん、キャメルクラッチャー、ゲバーゲバーゲバー。余裕の笑顔です。これがルチャドーラ、プロレスの選手で磨かれた。おっと、狂気のようなもの。危険です、危険です。これはドレーのヒールだ。ウルクの民らしからぬヒール。それでも勝ちたいという気持ち、そのままの気持ちで倒しました。
使わされた余裕の笑顔だ。さあそこまでしてくださいのか、いやそこはさせたいだろう。このままのその気持ちをぶつけてしまえばいい。かわして、しかしこれはこれまただこれまただすごいバーソンのこれまただこれまたネクタイというんです。すごいネクタイが投げて障害、まさにノーロープランバージャックです。しかしウルフのためは容赦しません。またリングに上げられて締め付けられてしまう。いきます。行ってしまった。スリーカウントが入ってしまいました。余裕の笑顔のまま、おっと会場からケツアウトコートのコール、ケツアウトコートのコールがかかっている。おっと集まってはいけない。先手先手お下がりください、お下がりください。そこに集まってはいけない。見事なブランチャー、ボディアタック決まってしまいました。楽しいね。ブランチャーを決めながらも楽しんでいます。さあそれでも負けじと一人出てくるが、ここはバックドロップだ。次は二人まとめて出てくるが、もう次々と余裕の表情でかわされ、どんどんと人の山が出来上がっていきます。いよいよ最後の一人になってしまいました。決まってしまった。試合終了だ。いかがですか、ダビンチさん。余裕だったな。まさに余裕、まさにテクニコ。1対1にこだわる正統派、グッドメディスティン、テイスピテル、ようやく口に逃がし。まさにこの道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし。迷わず行けよ、行けばわかるさ。ありがとう。まさに道を突き進んだ相撲の先にある圧倒的な勝利でした。さあ試合を振り返っていきたいところですが、お時間となってしまいました。中継はここカルディアからダビンチさんをお迎えし、解説ロマニアーチマンがお送りしました。それでは皆さん、さようなら。